はい、こんにちは、レトスノーノです。10月1日の3問に入る前に、本日は、宅建の4択問題は、1問1答で勉強すること、という内容をお伝えいたします。通常、宅建試験の問題は、正しい選択肢、および間違っている選択肢、1つだけ選ぶ出題形式が多いです。まあもちろん、2つ、誤っている組み合わせを選べだったりとか、誤っているものいくつあるかっていう個数問題ですね。まあそういった問題もあるんですけども、基本的には1つを選ぶ。そういった出題形式が多いです。で、そのような場合に、問題自体正解していたとしても、選択肢ごとに見ると、解けない選択肢がある、そういった場合もあると思います。そのような解けない選択肢っていうのは、必ず復習しましょう。すべての選択肢を解けるように復習していくということです。ただ、この時期になると、限られた時間の中で、できるだけ多くのポイントを頭に入れる必要があるので、解説を見て全くわからない選択肢、もうこれは飛ばしていただいて構いません。難しい問題も簡単な問題も一問一点で配点は変わらないですよね。であれば、簡単な問題から確実な知識にしていく方が、より多くのポイントを頭に入れることができます。10の曖昧な知識よりも、一つの確実な知識が点数を生みます。なので、確実な知識を一つでも多く身につけていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。A には、妻 B、子 C があり、A は C に A 所有の資産全部を相続させ A の事業も承継させたいと考えているが B が反対している場合 A は B が反対していることを理由として遺言で B を相続人から排除することができる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。排除とは非相続人に対して虐待、侮辱、非行などがある場合、虐待等を行った者から相続権を奪い取ることを言うんですね。つまり排除できる場合っていうのは、非相続人に対して虐待、侮辱、非行などがある場合に限られるんですね。単に非相続人の相続の考えについて反対しているだけでは排除することはできません。なので誤りになります。ちなみに、こういった事由に該当していて、排除する場合は、非相続人が生前に家庭裁判所に請求をして行います。つまり、単に書面に書いただけでは排除することできませんので、注意しておきましょう。では、問2です。宅地建物取引業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合、国際証券を持って営業保証金を供託しているときは、遅滞なく従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。営業保証金の保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合です。本問のように、国際証券で供託している場合、この場合、保管替えはできません。二重供託っていう手続きをしなければいけないですよね。ただ、まあ、これだけ覚えるのは非効率な勉強です。保管替えと関連する重要ポイントを合わせて勉強することで、頭を整理する勉強法を取った方が効率的ですし、試験前の時期になって、あれ、どっちだったっけ?と混乱することも少なくなります。個別指導ではそうならないために、効率的な学習ができるようにしております。この問題では関連するポイントだけではなく、なぜと思われる疑問点を解消するための理由についても解説しております。それでは問3に入ります。準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居、その他の建築物の建築、またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を清除し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を言う、丸か×かという問題です。で、書かれている内容は非常に分かりづらい内容なんですけども、この問題を解くってなってくると、この部分でもう解けちゃうんですね。そもそも準都市計画区域は、都市計画区域外で定めることができるんですね。都市計画区域内に定めることはできません。よって誤りだということなんですね。
その他の点は正しい文章になっています。まあ、今回のように難しい文章に見えるけれども、実はこういったポイントだけ押さえておけば解ける問題ってたくさんあるんですね。だからしっかり読むってことはすごく重要です。ほとんどの方が解けるんですけれども、実際間違ってしまう方がいるのは、それは問題をちゃんと読んでいないからなんですね。だからきっちり問題文を読むということは習慣化していただければと思います。そして試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強をしたらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく、これがすごく重要になってくるんですね。なので大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分についてだいたい6日ぐらいですね、6日ぐらいで2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね、権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな、18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で3日目4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習を終えます。1回目の復習を終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角、解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた、確実に解けたというのであればノーマークでいいんですけども、解けたけれどもなんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。そして5日目6日目で今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのはもう次やっても大体解けるんですよ。なのでそこは飛ばしていただいて、三角×を中心に勉強します。ただ×の中でも全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。で、そういったところはそれを理解をして頭を定着させるって、そこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことはどれだけ多くの確実な知識、これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で確実な知識が1個あればそれは得点に結びつきます。だからより多く確実な知識、これをつけていく、これが重要になってきます。だから曖昧な選択肢と解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない、15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない、1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めるとおそらく1日で権利関係14問これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない、もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講者さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいって方はぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。